の皆さんこんばんは、ショーです、ということで本日は、はい、テレスティ教室でございます。はい、ということで、まあ、今日から定期的なやつね、一週一のやつやっていこうかなというふうに思います。あのいつもは、そのね、あのツイッターの方で募集してるんですけれども、まあ、今回はちょっとね、キャラバンが近くにあるということで、まあね、今実際にも来てるので、キャラバンについての質問を事前にあのね、動画で、募集させていただきました。こういうのもたまにやろうかなと。まあ次の多分アタフォンだったりだとか、まあ基本的な質問っていうのはもうほぼほぼそのね、僕も600本近くデレスの動画出してるので、まあほとんど全てお答えしたかなと思うので、まあ皆さんがお困りのことであって僕が答えられるようなことがあれば、また募集して、Twitter なり、YouTube のコメント欄などで募集して、お答えしていこうかなと思います。まあ普通の質問もね、募集しているので、そちらの方の、その応募方法などは、動画の最後に、紹介させていただきたいというふうに思います。じゃあ行きましょう。最初の質問行きましょう。S レアのスターランク8とレアのスターランク10、どっちが落ちやすいですか？あとスターランク、 S レアのスターランク10だったら S レアの方が落ちやすいですよね。ありがとうございます。ということで、もうこれは関係なく、レア度関係なくスターランクの高い方がいいので、レアの10の方がいいです。はい、で2つ目の質問の S レアがスターランク10だったら S レアの方が落ちやすいですかねは関係ないですね。はい、全く関係ないので、そのとりあえず今10お持ちであるのであれば、レアのスターランク10センターにして回してった方がいいと思います。そのスターランクのレアが今8ならば、まあ、その子が今もし今落ちてる、子だって子であればね、今落ちてる2人ね、伊集院さんとひかるちゃんのどちらかであれば、まあ今後ね、またさらにスターランク上げることができるので、そちらの方をどんどん集めていった方がいいんじゃないかなと思います。まあ最初は別にレアでいいです。はい、ということで、ぜひ、頑張ってこれからも集めていきましょう。はい、次の質問いきたいというふうに思います。続いての質問いきたいと思います。フルコン率はドロップ率変わりますか？変わるなら体感的にどれぐらい変わりますか？変わんないっす。クリアすればいいので、正直言うとクリアすればいいので大事関係ないです。フルコンしようがしないが関係ないですね。まあ僕は、まあ、ほとんどそのまあ聴いてる曲が今ちょっと僕あの iPad に変えたんで、ちょっとね、あと今4本指の練習してるからっていうのもあるからあるんですけど、ちょっとでなるべくいつもより難易度の低い曲を弾いてるので、あんまりそのまあフルコンっていうのも取れてないんですけど、正直変わんないです。マジで、はい、全く変わんないです。で、全くと言っていいほど変わらないですね。はい、まあ、誤差はあると思うんですけど、運とかそういうのもあると思うんで、まあ、全く変わんないです。はい、なんで関係ないので、とりあえずクリアだけを目標にしていか言ってはいかがでしょうか。はい、ということでございます。ラストの質問に行きたいというふうに思います。マスターのクリア率が高くないんですが、プロで S クリア、マスター S クリア以外どちらがいいですか？はい、ということでマスターの方がいいです。はい、ということで、まあ、クリア率高くないってことを考えると、まあ、もし、無課金の方であれば、まあ、そしたら無理せずプロ回した方がいいんじゃないのっていう、その、まあ、落ちる機会が多いプロにした方がいいんじゃないのっていうのは言えるんですけれども、まあ、もしクリアできるのであれば、マスターの方がいいですね。お願いシンデレラであったとしても、はい。まあ、お願いシンデレラ、全体曲なんで、できれば、まあ、今日であったらスマイリングとか、21なんでそこまで難しくはないと思うんですけど、まあフルコンしなくてもいいですし、ほんとクリアできさえすればいいので、それがいいと思います。結局どれだけ落ちるかっていうんですけれども、そのスタミナ消費によるので、まあ今18マスターだと18、難易度24までで、25以上に関しては29、消費19なので、そちらの方をね、弾いていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、こんな感じかな。はい、いやー、まあいろいろと、ご質問ありました。まあ、何がドロップ率高いとかいろいろありてたんですけど、まあちょっとね、一番多くもらった質問は明日の、動画にねしたいかなというふうに思います。はい、ということで以上が、今回の、デレス教室になりました。いつものね、質問の仕方を、今回ご紹介したいというふうに思います。いつもだったら、僕の
あのツイッターに、あ、僕にリプライする必要ないんですよ。リプライだったり、僕に要はメッセージ送る必要ないんですけれども、ツイッターで質問内容を自分で普通に書いて、いつもツイートするみたいに書いてから、ハッシュタグ、ショーのデレステ教室、ショーのデレステ教室とつけていただければできます。あの、今まで僕すいません、テロップが間違ってて、ショーのデレステになってたんですけど、ショーのデレステ教室が正しい方です。すいません、間違えました。なんで、ハッシュタグ、ショーのデレステ教室、質問内容にショーのデレステ教室つけていただけるだけで、質問がね、できるわけなので、質問完了なので、その後僕がハッシュタグ検索でいつも調べてるので、ぜひ、質問内容、質問とかある方は、ぜひ、Twitter の方で、書き込んでいただけると、非常にありがたいです。ちなみに僕にリプライするものは、多分お答えできないと思うので、基本リプライはあんましないというか、できないので、どうしても時間上、こういうデレステ教室の時に一気にバーって見る時ぐらいなので、僕に対してのリプライはすいませんがご回答できないということでご了承ください。はい、なので、たまに間違えて僕にリプライされる、そのメッセージ送られてくる方がいるかもしれないんですけど、申し訳ございませんが、そちらの方ご回答できないので、ご了承ください。以上が、今回のデレステ教室でございます。今度もよかったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。またツイッターの方もやってるのでツイッターの方もフォローよろしくお願いします。また、チャンネル登録まだという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。